こんにちは、緑川と社長さんです。はい、社長さんのね、はい、おでこの傷ね、はい、かさぶたが取れてね、綺麗になりました。はい、10円玉ハゲみたいになっておりますね。はい、でもね、かさぶた取れてね、綺麗になったので、もう少ししたらね、毛もまた生えてくるかなと思いますね。はい、元気だよね。ぶつかっちゃうんだよね、お耳見えないからね。はい、変わらずね、自宅パトロールに、はい、精を出している社長さんです。はい、それで今日はね、アフリカンフラワーモチーフを使って、ベストをね、編みたいと思います。ちょっとね、今週ね、東京とても寒いんですけれども、ベストはね、いろいろあっても楽しいなと思うのと、あとね、こういう花柄のモチーフにしてね、こう天気が悪い日って気持ちがちょっと沈みやすいんですけれども、見た目でね、花を見て、はい、あ、可愛いなと思ってね、気分が少しでも上がればいいなと思ったのでね、今回はこちらのモチーフでね、ベストを編んでみようと思います。毛糸はね、波太毛糸でしたら何でも大丈夫です。はい、私は、これをね、使っています。これはね、メランジテイスト、それからこちらね、ダイソーさんのソフト波太ですね。それから、はい、こちらもね、ソフト波太、それから、アクリル毛糸波太、はい、他社さんのでもね、大丈夫です。同じぐらいの、波太の太さだったらミックスしても問題ありませんので、手持ちの毛糸でね、はい、編める方はぜひね、挑戦していただければと思いますね。はい、はい、毛糸はね、波太毛糸で、かぎ針は、15-6mm でふんわりね、編んでいきます。はい、ではね、最初は鎖編みから始めます。はい、今日はね、鎖編みスタートになりますね。準備をしたら鎖編み5目します。1、2、3、4、5、はい、5目したら1番目のこの1本、ここに針を入れて上糸をかけて全部引き抜きます。はい、そうすると鎖5目の輪っかができました。はい、ここにね、編んでいきます。ご近所のね、ワンちゃんが鳴いてますね。社長さんは、はい、ここにね、いらっしゃいます。はい、ではね、しぽさんも一緒に編んでいきます。まずね、長編みを編みます。はい、長編みで立ち上がりますね。はい、押さえて、回して、押さえて、輪の中から上糸をかけて、連れて出ていきます。上糸をかけて、輪をくぐり、2番目は毛糸の下を通って、最後は上糸をかけて全部引き抜きます。はい、ここはね、1目目の頭ですから、マーカーを必ずつけておきます。もう一回長編みです。はい、そして鎖1、はい、長編み2目鎖1目、これでね、1つのパターンです。これを合計8回繰り返しますね。はい、長編み長編み鎖と編んでいきます。なんかゴニョゴニョ言ってんの、社長さん。今ね、6回目が終わったところでした。7回目、はい、
次で8回目。もう社長さんお腹ごにょごにょ言ってるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8 回出しましたね。はい、ではね、これで終わるので、マーカーをしていたところ、編み地の裏から表に針を出して、ループをかけて、ループを後ろへ連れていきます。はい、そして、ここで一回キュッとしますね。そして、引き抜いて、引き締めて、はい、社長さん。そして糸始末できる分残してカットします。はいはいはい。そして真ん中ね、軽く引き締めておきます。はい、これでね、1段目ができました。それではね、はい、2段目です。2段目と3段目をね、同じ色で、花びらのところをね、やっていきます。糸始末できる分下げて、準備をして、はい、編んでいきますね。今度はね、この鎖1の隙間、はい、ここに編んでいきます。長編み2目の玉編みをしますね。糸をかけて、かけて左から2本、これが長編みの途中ですね。もう1回出します。長編みの途中を2目編んだところです。かけて全部引き抜きます。これで長編み2目の玉編みができました。次はね、鎖2つ、同じところに同じ玉編みをします。これが一つのパターンです。長編み2目の玉編み、鎖2目、長編み2目の玉編み。はい、これが一つのパターンです。同じことをね、この鎖1の隙間で編んでいきます。はい、2つできましたね。次に進みます。はい、3つできました。はい、4つできましたね。はい、ではね、あと4回繰り返していきます。はい、同じ編み方をね、8回繰り返して、はい、ここまでね、やってきました。ではね、引き抜いて、3段目に移ります。はい、そしてこの引き抜き方ですけれども、まずね、表からになります。まずね、この最初の玉編みの頭、ここに針を入れ、ここで1回引き抜きます。はい、そして隣の鎖編みにも引き抜き編みをします。ここですね、はい、ここのところ、ここに針を入れて、ここでも引き抜き編みをして、左にね、移りました。そして次は、今ね、社長さんですね、音はね、次はね、この隙間に長編みを7目編みますね。7目編んでいきます。はい、やっていきます。この隙間にたくさん編みますね。まず1目、同じところに編んでいきます。2,3,4,5,6,7、はい、長編みを7目編みました。はい、1,2,3,4,5,6,7、はい、そしてもうね、次に進みます。さっきの鎖2目の隙間に長編みを7つ7目編みますね。
7目編んだら数を確認して次に進みます。数は大切なので確認して進みます。次に進みます。はい、はい、今ね半分編んだところです。ではね終わりの方まで編んできますね。3段目ね、終わりの方までできました。このね長編み、7目編んだのが 1,2,3,4,5,6,7,8、 はい、必ずね8個あると思います。ではねこの色はここで終わりです。裏に返してマーカーをしていたところに針を入れて、はい、ループを引っ掛けてループを編み地の裏側に連れてきて一回ねキュッとします。そして引き締めて終わりますね、はい、そして糸始末できる分残してカットしておきます、はい、3段目がね終わりました、はい、それではね4段目です。4段目はね細編みだけが出てきます、はい、ではね糸始末できる分下げて始めます。そして、ここにね最後の尻尾さんがあるんですけれども、はい、ここにね最後の尻尾さんがあります、はい、そしてここのね、長編みが7目7目ありますね。その真ん中から始めます。はい、真ん中から、はい、ちょっとずれてもね問題はないです。はい、1,2,3,4とやってきました。そうするとここがね境目です。はい、境目で、ここでねこ、長い足が長いね細編みをします。すくうところはねここです。はい、ここ、はい、このね白い、1段目のすぐ上、はい、ここですね。ここを全部まとめて細編みをします。はい。このように持ってきて、ここでこのように上糸を連れてきて、かけて細編み。はい。そしてここからまた7目、はい。下の長編みと同じ目数だけ細編みをします。のようになっていますね。はい、そしてねここは、境目にやってきました。そしてここね、はい、白い1段目のすぐ上のこの隙間に針を入れて細編みを編みます。少しね足長さになりますね、はい、そしてここはね間違いやすいですが細編みを7つしますね、はい、下の長編みと同じ数だけ編みます。7編むと境目に来たからここですね、はい、針を入れて細編みをして、そしてまた長編みの1番目から細編みを7目編んでいきます。7目編みますね。7編むと境目に来たからここからまとめて長い細編み、はい、このようにねカールしますが問題ありません、はい、こ
ここをすくう場所をね、間違えないように気をつけます。このね、1段目のすぐ上のところに針を入れて細編みをね、編んでいます。はい、終わり1、2、3。はい、これでね、一周してきました。ではね、また引き抜いて終わりますね。はい、前と同じ方法です。中心に手を当ててね、ちょっと軽く伸ばしていきましょう。はい、はい、このようにね、8枚の花びらのアフリカンフラワーがね、できました。可愛らしいですね。はい、何色で編んでもね、可愛いと思いますのでね、ぜひお好きな組み合わせで編んでみてください。ではね、次がね、1、2、3、4、5段目、5段目がね、共通の色で編んでいきますね。はい、はい、それではね、最後の段をね、編んでいきます。ここのね、段で四角にしていきますね。はい、まずね、ここに細編みが、7目ありますね。その真ん中から始めます。はい、1、2、3、4番目、4番目のところにまずは長編みです。はい、この長い足長になった細編みの隣からですね、1、2、3目スキップしたところ、4番目、この扇形の頂点のところから今長編みを編みました。長編みを1目ずつ編みますね。長編みを4目編みましたね。そうすると次はね、この足長のところにやってきましたね。はい、ここに5番目の長編み続けます。6、7、8、9。はい、このようにね、長編みを9目編みました。9目の真ん中の5番目が、左からも右からも5番目がこの足長になった細編みの上ということになります。はい、そしてここを3目スキップして、足長のところ、ここに今度はね、角を編みます。1、2、3目スキップして、足長のところに針を入れます。2回巻いて長々編みを3目編みます。長々編みを3目編みましたね。そして鎖3目、これが角になります。そして同じところにさらに長々編みを3目です。このようにね、なります。はい、ではね、続きを見ます。ここをね、1、2、3目スキップでしたね。そして4番目から、はい、ここから長編みを全部で9目です。1、2、3、4、そして5番目はこの足長になっているところに当たりますね。6、7、8、9。はい、ここから長編みを9目、そして角に入ります。1、2、3目スキップして、足長だったところに角を作ります。333です。長々編みで333をしますね。
333をしたら123スキップ4番目から長編みを連続で9目編みます。5番目が足長に当たりますね。そして今までと同じです。3目スキップしてこの足長のところに角、はい、ここも角という風にね編んでいきましょう。はい、最後の角を編み終えたので引き抜いて終わりにしますね。一回キュッとして引き締めて糸始末できる分残してカットします。一旦形を整えてみますね。はい、はい、軽くね、はい、はい、このようにね四角になっていますね。はい、それではね糸始末のをやっていきますが、まず真ん中なんですけれどもここ空いてますね。もう少し冷たいのでね引き締めておきます。キュッとね詰めます。はい、キュッと引っ張ったら少しね手前から針を入れて少し先へと、これ以上穴が広がらないように返し縫いをしていきます。ちょっと手前からちょっと先、はい、ちょっと手前からちょっと先、はい、このようにしていくとね穴がもう広がらなくなると思いますね。キュッキュッと締めておきます。それから他のところなんですけれども編み地の中のね、はい、同じ糸の中に糸始末をしていきます。一つねやってみます。はい、これをね水色のところ、はい、ここだったらこの足の中にね隠すといいかなと思いますね。ちょっと進んでちょっと戻って、はい、下の毛糸も刺して割り込んでね糸の中に繊維に割り込んで糸始末をします。今度ね毛糸がまだあるから反対側もやっていきますね。このようにね糸始末をしていきます。はい、およそね20センチぐらいです。はい、およそ20センチになります。はい、お使いの毛糸によって様々だと思いますのでね試し編みをしてみようかなという方はねまず一色の毛糸でね、1枚編んでねそれで、サイズを測って大きすぎたかな小さすぎたかなというのを見て、かぎ針のね号数を大きくしたり小さくしたりして、ご自分の希望のサイズになるといいのかなと思います。はい、私は今日はね波太毛糸で、15.6mm でふんわり編んで20センチ程度ということになりました。はい、それではねいつものようにイラストで、はい、デザインや寸法など説明していきます。今日はね四角いモチーフを、つなぎ合わせてね前開きのベストにしていきたいと思います。まずね、展開図を描いていくんですが今日はねこうモチーフが先ほど申し上げたようにだいたい私のは20センチになっております。この大きさはかぎ針の号数でね調整をなさってください。はい、そして描いていきますね。
あとね、ここもです。はい。ここもね。はい。背中。はい。こうですね。ここが背中。ここが前。前。ここね、フロントで、ここがバックです。ここが袖、スリーブです。はい。で、26、12、13、14、15、16。こちらをね、16枚必要になります。はい。で、このようにね、繋いでいくんですが、この脇のところなんですけど、ここにね、三角のモチーフを入れたいと思うんですね。はい。なので、三角のモチーフはこれは4枚編みます。はい。ではね、前から見たところをね、描いてみます。はい、はい、で、そしてここにね、三角です。それから襟元なんですけれども、はい、ここをね、編み足します。それからここのところをね、小さい三角を入れます。はい、小さいね、三角入れました。はい、このようなね、感じに編んでいきたいと思います。そしてね、ここまでできましたら、縁編みをします。そして前のところなんですが、私は今回ね、リボン結びにできるようにここにね、紐をつけたいなと思います。アレンジでね、ボタンにされてもいいかなと思います。はい。で、サイズはね、このモチーフの大きさで決まりますので、これをまず基準にして、お好きなモチーフのサイズに、編んでいただければと思います。私はね、20センチで6だから2、6、12、横幅全部でね、裾回りが120で、長さがね、60より少し長くなるので、お尻すっぽり丈になる予定になっています。あとね、短いのが好きな方はね、ここ1段ね、ショーエラがなさってもいいかなと思います。お好みになさってください。それではね、三角のモチーフ、小さい方が、2枚と、それから大きい方が4枚です。小さい方をまず編んでいきますね。はい。鎖5目します。はい。鎖5目したら、1番目に針を入れて、引き抜いて輪っかを作ります。はい。そして最初にね、まず長編みです。はい。長編みを編んで、マーカーをつけておきます。そして鎖編み1つします。次に長編み3目します。次は鎖3目、はい、そして長編み3目、鎖1目、最後に長編み、はい、これでね、小さい方の三角ができました。これはね、2枚編んでおきます。はい。ではね、大きい方の三角、はい、大きい方は4枚必要です。鎖編みからですね。はい。鎖5目して編んでいきますね。最初は先ほどの小さい三角と全く同じです。長編み1つ編んで、マーカーを残しておきます。鎖1をして333と編みますね。はい。
なんか、ミサメ。草に三目。長編み三目。はい、そして鎖一目して最後に長編み一目。はい、これ先ほどと全く同じです。ひっくり返して二段目を編みます。はい、まずはね下の長編みに長編みを編んでいきますね。マーカーを残しておきます。そして下と同じように編みます。鎖1をします。そして今度はこの隙間に長編みを3目編みます。はい、そして鎖1、次は角に針を入れ333編みますね。そして鎖1、次はここですね。ここに鎖1の隙間があります。ここに長編みを3目編みます。鎖1をして、今度はマーカーをしていた端のところに長編みを1目編みます。はい、2段目ができました。これでね終わりになります。このようにね、三角ができました。ちっちゃい三角と大きい三角ですね。1段目と2段目までを編みましたね。こちらは2枚、こちらが4枚必要になります。はい、それではね、ここからはね、モチーフの剥ぎ合わせの仕方を説明します。縦方向と横方向からになります。はい、でね、ここのところなんですけれども、はい、仮にね、こことしますね。まずね、ここのところを縦にね、はい、引き抜き編みをね、ここまでしますね。はい。はい、私がね、いつもやっているやり方です。糸始末できる分下げて、準備をしますね。はい。そして、角をね、鎖3目ある真ん中から真ん中までを引き抜き編みをしていきます。はい。右手のモチーフの角の3目あるうちの真ん中、このね、内側よりの半目に針を入れます。こちらも同じです。角に3目あるうちの真ん中のところ、内側よりの半目。そして、かけて全部引き抜きます。これでね、モチーフがつながりました。続けます。上の鎖編みの半目同士。はい、次はね、はい、長編み同士。このようにね、続けていきます。固く、編むとね、引きつりとかになっちゃうので、その辺は気をつけます。はい、角のところは真ん中まで進めますね。鎖編み同士。次の鎖編み、ここがね真ん中なので最後になります。このようにねつながりました。そして同じことをね、はい、いたします。このまま上に進みます。また真ん中の鎖編み同士、はい、これで4枚がつながりましたね。上の鎖編み同士、そして長編みに進みます、はい、このようにねつながりました。ではね上の方まで、はい、このねモチーフのところまで編んでいきます。はい、今ね、下から4枚がねつながったところです。そして、ここのね脇のところ、はい、ここはねこの三角の大きい方と前身頃のモチーフをね同じようにつないでいきますね。角は3目あるうちの真ん中同士、はい、今までとね同じです、はい、
そして隣の鎖編み、はい、そして次は長編み同士、そして一目ずつ順番にね引き抜き編みをしていきます。鎖編みのところもね、はい、半目取って同じように一目ずつ引き抜き編みをしていきます。はい、ここがちょうどね真ん中になります。はい、真ん中ね。はい、そしてここで引き締めて一旦終わりますね。はい、はい、上から見ると、はい、ここがね前身頃でここが脇の下です。はい、三角はつながっています。はい、そして、このようにね、まずはね縦のラインをつないでいきます。はい、今ねここから行ってここまでねつなぎました。ですから次はね、モチーフを並べていただいて、配色など好みにしたらまたねここまで、今度はここまで、ここまで、ここまでと、はい、やっていきます。はい、という感じにやっていきたいと思います。それから小さい方のモチーフはね2枚なんですけれども、ちょっとね書いておきますね。こっちがね台の方、小さい方はこれは2枚ですけれども、これはねまた後で説明をします。はい、今はねこの見た目になるまでを、はい、編んでいくということになります。そして、今日の動画はねここまでとさせていただきます。はい、後編はねこれができたところで、小さい三角をねつなぐところから後編に入っていきたいと思います。はい、本日も最後まで、ご視聴くださり本当にありがとうございます。今日のアフリカンフラワーのベスト、かわいいね編んでみようかなと思っていただけましたら、ぜひ高評価いいねボタンをお願いいたします。またご感想コメントもとても励みになりますのでよろしくお願いいたします。そしてリカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しております。ぜひこの機会にチャンネルへのご登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の後編でお会いしましょう。左川でした。はい、まだね途中なんですけれども、はい、先ほどのねイラストと同じようにね並べてみました。はい、このようなね展開図になっております。真ん中の6枚がね背中です。左右の3枚が、前身頃、そしてその間は脇の下ということになります。はい、ちょっとね近づいてみますね。はい、ここがねさっきつないだところですね。そして、ここもね下から、ここから引き抜き編みをしたら、このところもねこのモチーフを編んで同じようにねつなぎます。はい、そしてまずはねこの形になるまでね仕上げて、行きましょう。はい、イラストの図を参考にね、配色などお好みにしていただいて、一番左一番右の3枚が前身頃になるってことを念頭にね、はい、配色など考えていただけたらと思います。